気になる部位を鍛えたらやばいです。皆さんそれぞれ気になる部位があると思います。例えば二の腕や肩こり、首こり、腰痛、お腹のぽっこり、垂れたお尻、細くなりにくい足、いろんなことがね、悩みであると思います。一つでも悩みが当てはまった人は、まず一番にここを鍛えないといけないっていう部位があります。それはももの裏とお尻の付け根なんです。ここの筋肉が弱ってしまうと太り、痩せません。もも裏の力が弱ってしまうとお尻が下がります。体は下に重力がかかってしまいます。その結果骨盤の位置が正しい位置を保てれない。肩や首に力が入って体が下がってしまう。そうなると体幹部に力が入らなくなって姿勢がどんどん崩れてどんどん太っていきます。ももの裏とお尻の付け根が鍛えられてくるとお尻が持ち上がります。骨盤が正しい位置になる。体幹部に力が入って上半身の力が上手に抜けることができます。肩こりや首こり、腰痛などが改善されてお尻が持ち上がって体が上に引き伸ばされるので、お腹もすっきり、足も前のももが太くならないような足が細くなった姿勢を作れます。その状態を作ってからダイエットを始めるとどんどんスタイルが良くなります。今回は20秒を3種目やるだけです。うつ伏せになってできますんで、まずはチェックしてみましょう。寝た状態で膝を曲げます。足ちょっと開きます。このままももの裏をしっかり持ち上げることができればクリアです。もしあんまり上がらないよっていう人は、今回のメニューを全部やることで体型は改善されます。まずは片足曲げて上げ下げしましょう。あと両足はきついけど片足ならできますよね。持ち上げて少し止まるようなイメージです。これでもも裏お尻の付け根使うことができてます。はい、 OK。 反対も一緒です。あと持ち上げたら一回止まる感じです。あんまり膝がね、こうやって曲がらないようにちゃんと90度を作ってね、膝の上に足首が来る感じ。オッケー。今度は足伸ばしたまま交互にいきましょう。膝しっかり伸ばして足遠くに伸ばすような感じで動かしましょう。オッケー。反対も一緒です。膝がね、今度は曲がらないように遠くに伸ばしてください。OK。 次は両足でお尻をグッと上げます。もしあんまり上がらなくても力を入れてればいいです。できそうな人はね、もう目いっぱい上げてみて、グイーッと。辛い人はね、ちょっと持ち上がったらすぐ降りていいです。力入れることが大事。 OK。 じゃあ少しおまけとしてもも裏だけをしっかり使ってみましょう。簡単です。立ったままで少し膝を曲げましょう。気持ち前かがみになって体重移動をします。床をしっかり踏むときにももの裏に力が入りますから、ちょっとももの裏触ってみて力が入ってるぐらいの膝の角度。あんまり膝が曲がってしまうと前に力が入るんで、ちょっと曲げたぐらいで体重移動です。いきましょう。スタート。これはね、1分間最後終わり。これで終わり。分かんなかったらね、もも裏触ってみて。歩く際もこのように床を踏むっていう意識で歩くことができれば、日常的にもも裏を使うことができます。もも裏が強くなるとお尻にも力が入ってきますので、
全体的な体の重心が持ち上がって体のラインが良くなります。やはり筋力がね低下してしまうと姿勢が崩れるので体重が減ってもね綺麗になりません。体をしっかり引き伸ばす力をねもう一度つけ直すことでスタイル良くなりますんで頑張りましょう。OK、 これは毎日やった方がいいです。衰える方が早いですから、毎日もも裏、お尻、付け根をねこの動画見ながら鍛えてください。気になる部位が早く変わります。やってみた人やもも裏の持ち上がらなかったよとか、よかったらコメントで教えてください。